吹けやすい夏の夜は、早くも井の上国に迫ってきた。月はまだ昇らない。見渡す限り、重苦しい闇の中に、声もなく眠っている今日の街は、鴨川の身のもが、かすかな星の光を受けて、ほのかに白く光っているばかり。王子・皇子の辻々にも、今はようやくほかげが絶えて、 大理といい、すすきばらといい、町屋といい、ことごとく静かな夜空の下に、色も形もおぼろげな、ただ広い平面を、ただ再現もなく広げている。それがまた、右京左京の区別なく、どこも新幹と音を立って、たまに耳に入るのは、筋換に声を飛ばすホトドギスの他に、 何もないもしその中に一点でも人懐かしい火が揺らめいてかすかなものの声が聞こえるとすればそれは香の煙の立ちこめた大事の代理で金霊も六章もところはだらな愚雀妙王の画像を前に上等妙の光を頼む三郎の人々かさもなくば 四条五条の橋の下で、短夜をあく旅の影に盗む、古事記仕の群れであろう。あるいはまた、夜な夜な往来の人を脅かす、ザク門の古狐が、河原の上、草の間に灯すともなく灯すという、鬼火の類であるかもしれない。が、その他は、 北は千本、南の鳥羽街道の境を尽くして、かやりの煙の匂いのする夜食の底に埋もれながら、河原よむぎの葉を動かす、微風もまるで知らないように、ちんちんとして吹けている。その時、王城の北、須坂王子の外れにある羅生門のほとりには、時ならない鶴打ちの音が、 さながらコウモリの羽音のように、互いに予備す答えつして、あるいは一人、あるいは三人、あるいは五人、あるいは八人、怪しげない出立ちをした者の姿が、次第にどこからか集ってきた。おぼつかない星明かりに透かしてみれば、太刀を吐く者、矢を追う者、斧を取る者、矛を持つ者、 皆それぞれ、獲物に身を固めて、はばきはローズの装いも海外しく、門の前に渡した石橋へ、むらむらと集まって、レースを作る。と、真っ先には太郎がいた。それに続いて、さっきの争いも忘れたように、猪熊のおじが、物々しく矛の先を、きらりと闇にひらめかせる。続いて、二郎。 猪熊のババ、少し離れて、アコギもいる。それに囲まれて、シャキンは一人、黒い水管にターシュを履いて、柳を背に、ユンゼをつきながら、一度を見渡して、あでやかな口を開いた。いいかい今夜の仕事はいつもより手ごわい相手なんだからね。みんな、そのつもりでいておくれ。 差し詰め十五六人は、太郎さんと一緒に裏から。あとは私と一緒に、表から入ってもらおう。中でも目ぼしいのは、裏の馬屋にいる、道の筆の馬だがね。これは太郎さん。あなたに頼んでおくわ。よくって。太郎は、黙って星を見ていたが、これを聞くと、唇を歪めながらうなずいた。 それから断っておくが、女子供を七に何度とってはいけないよ。後の始末が面倒だからね。じゃ、人数が揃ったら、そろそろ出かけよう。こう言って借金は弓を上げて、一同を差し招いたが、しょんぼり指を噛んで立っているアコギを帰り見ると、また優しく言葉を添えた。 お前はここで待っていておくれ。一時か二時で皆帰ってくるからね。アコギは子供のようにうっとり借金の顔を見て静かにガテンした。そ触れば行こう。ぬかるまいぞ多常丸。猪熊のおじは矛をたばさみながら隣にいる仲間を振り返った。巣を染めの水管を着た相手は タチの唾を鳴らして、ふんふん、と言ったまま答えない。その代わりに、斧を担いだ、青髭の爽やかな男が、横合いから口を出した。お主こそ、また、影帽子なぞに怯えまいぞ。これとともに、二十三人の盗人どもは、等しく忍び笑いを漏らしながら、車輪の中に、雨雲の群がるごとく、 一段の殺気を込めて、スザク王子へ押し出すと、溝を溢れた泥水が、くぼちくぼちへ惹かれるように、闇に紛れて、どこへ行ったか、立ちまちのうちに見えなくなった。後にはただ、いつか、月城の下、薄明るい空に背いて、羅生門の高いイらかが、赤然と王子を見下ろしているばかり。 またしても、ホトトギスの声が、落ちこちに断続して、今まで、七条五級の大石団に、佇んでいたアコギの姿も、どこへ行ったか、見えなくなった。まあ、まもなく、門上の牢に、おぼつかない火が灯って、窓が一つ、かりと開くと、その窓から、遠い月の出を眺めている、 小さな女の顔が出た。アコギはこうして次第に明るくなっていく今日の街を目の下に見下ろしながら胎児の動くのを感じるごとに一人嬉しそうに微笑んでいるのである。ジローは二人の侍と三頭の犬とを相手にして 血にまみれた太ちを振るいながら、工場を南へ二三丁、下るともなく下ってきた。今は、借金の安否を気遣っている余裕もない。侍は衆を頼んで、隙間もなく切りかける。犬も、毛の逆だった背をそびやかして、前後を嫌わず飛びかかった。檻からの月の光に、往来は、ほのかながら、 打つたちをたがわせないほどに明るくなっている。次郎はその中で人と犬とに四方を囲まれながら必死になって切り結んだ。相手を殺すか、相手に殺されるか、二つに一つより生きる道はない。彼の心にはこういう覚悟とともに、ほとんど上を一した凶暴な勇気が刻々に力を増してきた。 相手の太刀を受け止めて、それを向こうへ切り返しながら、足元を襲おうとする犬を、とっさに横へかわしてしまう。彼は、この働きを、ほとんど同時にした。そればかりではない。どうかするとその表紙に、切り返した太刀を逆に回して、後ろから来る犬の牙を、防がなければならないことさえある。それでもさすがに、いつか傷を受けたのであろう。 月明かりに透かしてみると赤黒いものが一筋汗に滲んで左の小瓶から流れている。が死に身になった二郎にはその痛みも気にならない。彼はただ色を失った額に火出た眉を一文字に潜めながらあたかも太刀に使われる人のように絵星も落ち水管も破れたまま 縦横に刃を交えているのである。それがどのくらい続いたかわからない。がやがて冗談に太刀を振りかざした侍の一人が、急に半身を後ろへ反らせて、けたたましい悲鳴を上げたと思うと、二郎の立場、早くもその男のひばらを斜めに腰の使いまで切り込んだのであろう。骨を切る音が鈍く響いて、 横にないた太ちの光が薄闇を破ってキラリとする。と、その太ちが宙に踊って、もう一人の侍の立ちを蝶と下から払ったと見る間に、相手は肘をしたたか切られて、屋庭に元来た方へ配送した。それを二郎が、追いすがりざまに切ろうとしたのと、仮人の一頭が、マりのように身を弾ませて、彼の手元へかぶりついたのとが、 ほとんど同時の働きである。彼は一足後へ飛び抜きながら振りかもった血刀の下に全身の筋肉が一時にたるむような気持ちを感じて月に黒く逃げていく相手の後ろ姿を見送った。そうしてそれとともに悪夢から覚めた人のような心持ちで今自分のいるところが他ならない。 劉本寺の門前だということに気がついた。これから半時ばかり以前のことである。東方岸の屋敷を表から襲った中東の一軍は、注文の右左、車宿りの内外から思いもかけず居出した矢に、まず肝を破られた。真っ先に進んだ。 牧之島の十郎が、太ももをの深くいられて、滑るようにどうと倒れる。それをはじめとして、瞬く間に二三人、あるいは顔を破り、あるいは肘を傷つけて、慌ただしく後ろを見せた。い手の数は、もちろん何人だかわからない。が、染め葉、白葉の尖り屋は、中には物々しいかぶらの音さえ交えて、 また、ひとしきり飛んでくる。後ろに下がっていた車巾でさえ、ついには黒い水管の袖を斜めに流れ屋に移動された。お頭に怪我をさすないろいろ味方の矢にも矢尻があるぞ肩の兵力が、斧の絵を立ててこう罵ると、おうという答えがあって、たちまち盗人の中からも、また、 やたかびの声が上がり始める。太刀の塚に手をかけて、やはり、後ろに下がっていた二郎は、兵六のこの言葉に、一種の過酌を感じながら、見ないようにして、車金の顔を、横からそっと覗いてみた。車金は、この騒ぎのうちにも、冷然と佇みながら、ことさら月の光に背きいて、ユンズをついたまま、 口角の微笑も隠さず、じっと矢野を飛び交うのを眺めている。すると兵力が、また、苛立たしい声を上げて、横合いからこう叫んだ。なぜ十郎を捨てておくのじゃお主たちは、矢玉が恐ろしゅうて、仲間を見殺しにする気かよ。太ももを縫われた十郎は、立ちたくも立てないのであろう。立ちを杖にしていざりながら、 ちょうど、羽を抜かれたカラスのように、矢を避け避けもがいている。二郎はそれを見ると、異様な戦律を覚えて、思わず腰の太刀を抜け払った。が、まあ、平六はそれを知ると、流し目にじろりと彼の顔を見て、お主は、お頭に付き添うていればよい。十郎の始末は、小盗人でたくさんじゃ、と、あざけるように言い放った。 ジローは、この言葉に、皮肉な部別を感じて、唇を噛みながら、鋭く平六の顔を見返した。すると、ちょうどその途端である。重労を救おうとして、バラバラと走り寄った、盗人たちの気線を制して、耳をつんだく一斉の角を合図に、ふんふんとして乱れる矢の中を、門の内から、耳の尖った、牙の鋭い、 狩犬が六七と、凄まじいうなり声を立てながら、嫁にも白く誇りを巻いて、まっしぐらについて出た。続いてその後から、十人、十五人、手に手に打ち物を取った侍が、先を争って屋敷の外へ、ひしめきながら溢れてくる。味方ももちろん見てはいない。斧を振りかざした兵六を先に立てて、太刀や矛が、 林のようにきらめきながら並んだ中から、人とも獣ともつかない声を、誰とも知らずわっと上げると、はじめのひるんだ景色にも似ず、一度に備えを立て直して、猛然として殺到する。車金も今は、弓に高薄べの矢をつがえて、まだ微笑を立たない顔に、一脈の殺気を浮かべながら、素早く道端の炊事の壊れをこだてにとって、 身構えた。やがて、敵と味方は、みるみるうちに一つになって、気の違ったようにわめきながら、重論を倒れている前後をめぐって、無に無散に打ち合い始めた。その中にまた、仮犬がけたたましく、血に飢えた声を響かせて、戦いはいずれが勝つともしばらくの間はわからない。 そこへ一人、裏へ回った仲間の一人が、汗と埃りとにまみれながら2、二三箇所薄手を覆うた様子で、死に染まったまま駆けつけた。肩に担いだ太刀の刃のこぼれでは、この方の戦いも、やはり存外、でいたかったらしい。あっちは皆、引き上げますぜその男は、月明かりに透かしながら、 車金の前へ来ると、息をキラシキラしこう言った。何しろ、肝心の太郎さんが、門の中で奴らに囲まれてしまったという騒ぎでしてな。車金と二郎とは、薄暗い炊事の影の中で、思わず目と目を見合わせた。囲まれて、どうしたいどうしたかわかりません。が、 ことによると、まあ、それもあの人のことだから、バンバン大丈夫だろうとは思いますがな。二郎は、顔を背けながら、借金のそばを離れた。が、小盗人は、もちろんそんなことは気に留めない。それに、おじじやおばばまで手を負ったようでした。あの分じゃ殺された奴も死後人もありましょう。 借金はうなずいた。そうして二郎の後から追いかけるように、剣のある声で。じゃ、私たちも引き上げましょう。二郎さん、口笛を吹いてちょうだい。と言った。二郎は、あらゆる表情が凝り固まったような顔をしながら、左手の指を口へ含んで、鋭く二声、口笛の音を飛ばせた。これが、仲間にだけ知られている。 引き上げの時の合図である。が、盗人たちは、この口笛を聞いても、首巣を巡らす様子がない。実は、人と犬とに取り囲まれて、巡らすだけの余裕がなかったせいであろう。口笛の音は、蒸し暑い夜の空気を破って、虚しく工事の向こうに消えた。そうしてその後には、 人の叫ぶ声と、犬の吠える声と、それから、たちの打ち合う音とが、遥かな空の星を動かして、一層騒然と立ち上った。車輪は月を仰ぎながら、稲妻のごとく眉を動かした。仕方がないわね。じゃ、私たちだけ帰りましょう。そういう話のまだ終わらないうちに、 そうして二郎が、それを聞かない者の,のように、再び指を口に含んで合図を吹こうとしたときに、盗人たちの何人かが、むらむらと備えを乱して、左右に分かれた中から、人と犬とが一つになって、二人の近くへ迫ってきた。と思うと、借金の手に、湯帰りの音がして、真っ先に進んだ白犬が一頭、高薄べの矢に腹を縫われて、 不明とともに横に倒れる。見る間に黒地がその腹から、半パンとして砂に垂れた。が、犬に続いた一人の男は、それにも応じず、太刀を振りかざして、横合いから二郎に切ってかかる。その太刀が、ほとんど無意識に受け止めた二郎の太刀の歯を打って、騒然とした響きとともに、瞬く間、火花を散らした。 次郎はその時、月明かりに、汗に濡れた赤ひげと、切り裂かれたカバザクラのひたたれと、相手の男に認めたのである。彼は直下に、竜本寺の門前を、ありありと目に浮かべた。そうしてそれとともに、恐ろしい疑惑が、突然として彼を脅かした。借金は、 この男と腹を合わせて、兄のみならず自分をも殺そうとするのではあるまいか。一発の間にこういう疑いを抱いた二郎は、目の前が暗くなるような怒りを感じて、相手の太刀の下をダットのごとくくぐり抜けると、両手に固く握った太刀を奮然として相手の胸に突き刺した。そうして、ひとたまりもなく倒れる相手の男の顔を、 したたか、ワローズで踏みにじった。彼は、相手の血が、生暖かく、彼の手にかかったのを感じた。足の先が、あばらの骨に触れて、強い抵抗を受けたのを感じた。そうしてまた、断末魔の相手が、踏みつけた彼のワローズに、下から何度も噛みついたのを感じた。それが彼の復讐心に、 心よい刺激を与えたのはもちろんである。が、それに連れて彼はまた、ある名状をしがたい心の疲労に襲われた。もし周囲が周囲だったら、彼は必ずそこに身を投げ出して、あくまで休息を貪ったことであろう。しかし、彼が相手の顔を踏みつけて、血の滴たる太ちを向こうの胸から引き抜いているうちに、 もう何人かの侍は、四方から彼を取り囲んだ。いや、すでに後ろから忍び寄った男の矛は、危うく切先を彼の背に儀している。が、その男は、不意に前へよろめくと、矛の先に二郎の水管の袖を裂いて、薄むけにがくりと倒れた。高薄べの矢が一筋。 殺然と風を切りながら、一入り言って、後頭部へ、ぐさと、のぶかく立ったからである。それからのしのことは、二郎にも、まるで夢のようにしか思われない。彼はただ、前後左右から落ちてくる太刀の中に、獣のようなうなり声を出して、相手を選まず渡り合った。 周囲に湧き返っている、声とも音ともつかないものの響きと、その中に出没する、血と汗とにまみれた人の顔と、その他のものは、何も目に入らない。たださすがに、後に残してきた借金のことが、立ちからほとばしる火花のように、時々心にひらめいた。が、ひらめいたと思ううちに、 国国迫ってくる精子の気球が、たちまちそれを発見してしまう。そうしてその後にはまた、立ち音とやたけ人が、天を覆う稲子の羽音のように、炊事にせかれた麹の中で、止めどもなく湧き返った。二郎はこういう勢いに促されて、いつか二人の侍と三頭の犬とに追われながら、 工事を南へ少しずつ切り立てられてきたのであるが相手の一人を殺し一人を追い払った後で犬だけなら恐れることもないと思ったのは結局二郎の空頼みに過ぎなかった犬は三頭は三頭ながら大きさも毛並みも一対な茶間だらの一物で 小牛もこれに比べれば小さいことはあっても大きいことはない。それが皆口の周りを人間の血に濡らして前に変わらず彼の足元へ左右から襲いかかった。一頭の顎を置き返すと一頭が肩先へ踊りかかる。それと同時に一頭の牙が寸でに太刀を持った手を噛もうとした。とまた三頭とも友のように 彼の前後に輪を描いて、尾を空玉に上げながら砂の匂いを嗅ぐように、顎を前足へすりつけて、びょょうと吠え立てる。相手を殺したのに気の緩んだ二郎は、前よりも一層この仮犬の終念へ働きに悩まされた。しかも、苛立てば立つほど彼の嘘たちは皆空を切って、ややともすれば、 足場を失わせようとする。犬はその隙に乗じて、熱い息を吐きながら、いよいよ休みなく肉薄した。もうこうなってはただ、給与の一作しか残っていない。そこで彼は、ことによったら、犬が追いやぐんで、どこかに逃げ場ができるかもしれないという、一縷の望みに頼りながら、打ち外した太刀を引いて、 堀から足を狙った犬の背を、危うく向こうへ飛び越えると、月の光を頼りにして、下走りに走り出した。が、もとよりこの企ても、所詮は、溺れようとするものが、藁でもつかむのと変わりはない。犬は、彼が逃げるのを見ると、等しくキリリと尾を巻いて、後足に砂を蹴上げながら、毎一文字に追いすがった。 彼のこのこわだては、単に失敗したというだけのことではない。実はそれがために、帰って、ここに入るようなことができたのである。二郎は、龍本寺の辻を、際どくに教え切れて、おのの二丁と走るか走らないうちに、たちまち行く手の夜を破って、今自身を追っている犬の声より、より多くの犬の声が、 耳を貫いて怒るのを聞いた。それから、月に知らんだ工事を塞いで、黒雲に足の生えたような犬の群れが、うを竿に入り乱れて、餌食を争っている様が見えた。最後に、それはほとんど寸国の糸まもなかったくらいである。素早く彼を駆け抜けた仮人の一頭が、友を集めるように高く吠えると、 そこに狂っていた犬の漏れは、ことごとく、愛呼び、愛答えて、一度にギンギンの声を上げながら、見る間に彼を、その生きて動く、生臭い毛皮の渦巻きの中へ巻き込んだ。深夜、この工事に、こうまで犬が集まっていたのは、元よりいつもあることではない。二郎は、この廃と我が物顔に、 十二十と頭を揃えて、血の匂いに飢えて歩く、どう猛な野犬の群れが、ここに捨ててあった味の女を、酔いのうちから餌食にして、互いに牙を噛みながら、そのちぎれちぎれな肉や骨を、奪い合っているところへ来たのである。犬は新しい餌食を見ると、一瞬の糸間もなく、嵐に吹かれて飛ぶ稲穂のように、八方から、 二郎へ飛びかかった。たくましい黒い犬が、タシの上を踊り越えると、尾のない狐に似た犬が、後ろから来て肩をかすめる。血に濡れた口ひげが、ひやりと頬に触ったかと思うと、砂だらけな足の毛が、斜めに前の間をなでた。切ろにもつこうにも、どれと相手を定めることができない。 前を見ても、後ろを見ても、ただ、青く輝いている目と、絶えず愛でいる口とがあるばかり。しかも、その目とその口が、数限りもなく、道をうずめて、ひしひしと足元に迫ってくる。二郎は立ちを回しながら、急に、猪熊の馬場の話を思い出した。どうせ死ぬのなら、 人思いに死んだ方がいい。彼はそう心に叫んで、潔く目をつぶったが、喉を噛もうとする犬の息が、暖かく顔へかかると、思わずまた目を開いて、横殴りに立ちを振るった。何度それを繰り返したかわからない。しかしそのうちに、腕の力が、次第に衰えてきたのであろう。うつたちが、 人たちごとに重くなった。今では、踏む足さえ危うくなった。そこへ、切った犬の数よりも、はるかに多い野犬の群れが、あるいはすすけ腹の向こうから、あるいは炊事の壊れを抜けて、続々として集ってくる。二郎は絶望の目を上げて、天井の小さな月を一別しながら、太刀を両手に構えたまま、 兄のことや借金のことを一度にせっかのごとく思い浮かべた。兄を殺そうとした自分がかえって犬に壊れて死ぬ。これより至極な天罰はない。そう思うと彼の目にはおのずから涙が浮かんだ。が、犬はその間も容赦はしない。さっきの仮犬の一頭がひらりと 邪魔だな尾を振るったかと思うと、二郎はたちまち左の太ももに鋭い牙の立ったのを感じた。するとその時である。月にほのめいた両郷二十七号の夜の底から、かまびしい犬の声をあして、はるかにカツカスたる馬蹄の音が、風のように空へ上がり始めた。 しかしその間も、アコギだけは、安らかな微笑を浮かべながら、羅生門の牢場に佇んで、遠くの月の出を眺めている。東山の上が、薄明るく青んだ中に、日照りに痩せた月は、おもむろに寂しく中空に登っていく。それにつれて、鴨川に架か,かっている橋が、 その、しらじらとした鈴光の上に、いつか暗く浮き上がってきた。一人、鴨川ばかりではない。さっきまでは、目の下に黒く、死人の匂いを増していた今日の街も、わずかの間に、冷たい光のメッキをかけられて、今では、古史の国の人が見るという、カイヤグラのように、塔のクリンや、 ガランの屋根をおぼつかなく光らせながら、ほのかな明るみと影との中に、あらゆる物性をぼんやりと包んでいる。街をめぐる山々も日中のほとぼりを返しているのであろう。おのずから頂をおぼろげな月明かりにぼかしながら、どの峰もじっと物を思ってでもいるように、 薄い萌屋の上から静かに荒廃した街を見下ろしている。とその中で、かすかに農前カズラの匂いがした。門の左右をお詰める藪のところどころから、早々とつるを伸ばしたその花が、今では古びた門の柱にまといついて、ずり落ちそうになった瓦の上や、 雲の巣をかけたたるの間へ、這い上がったのがあるからであろう。窓に寄りかかったアコギは、鼻の穴を大きくして、思い入れ脳禅カズラの匂いを吸いながら、懐かしい次郎のことを、そうして早く日の目を見ようとして動いている胎児のことを、それからそれへと止めどなく思い続けた。 彼女は、二親を覚えていない。生まれたところの様子さえ、もう全く忘れている。何でも幼い時に一度、この羅生門のような、大きな二塗りの門の下を、誰かに、脱下を我化して通ったという記憶がある。が、これももちろん、どのくらい本当だか、確かなことはわからない。 ただ、どうにかこうにか覚えているのは、物心がついてから後のことばかりである。そうしてそれがまた、覚えていない方が良かったと思うようなことばかりである。ある時は、町の子供にいじめられて、五条の橋の上から瓦へ、逆さまに突き落とされた。ある時は、上に迫ってした盗みの尖で、 裸のまま、地蔵堂の器に釣り上げられた。それがふと借金に助けられて、自然とこの盗人の群れに入ったが、それでも苦しい目に遭うことは、以前と少しも変わりがない。白地に近い天性を持って生まれた彼女にも、苦しみを苦しみとして感じる心はある。アコギは、 猪熊の馬場の気に逆らっては、よく、無ごたらしく調着された。猪熊の王子には、酔った勢いで、よく、無理難題を言いかけられた。普段は何かといたわってくれる借金でさえ、勘に触ると、彼女の髪の毛を掴んで、ずるずる引きずり回すことがある。まして、他の盗人たちは、 打つにも叩くにも容赦はない。アコギはその度に、いつもこの羅生門の上へ逃げてきては、一人でしくしく泣いていた。もし、ジロンが来なかったら、そうして時々優しい言葉をかけてくれなかったら、おそらくとうに、この門の下へ身を投げて、死んでしまっていたことであろう。 すすのようなものがひらひらと月に翻って、イラの下から窓の外を薄青い空へ上がった。言うまでもなくこう森である。アコギはその空へ目をやって、まばらな星にうっとりと眺めいった。するとまたひとしきり腹の子が身動きをする。彼女は急に、 耳を澄ますようにして、その身動きに気をつけた。彼女の心が人間の苦しみを逃れようとしてもがくように、腹の子はまた人間の苦しみを舐めに来ようとしてもがいている。が、アコギはそんなことは考えない。ただ、母になるという喜びだけが、 そうしてまた自分も母になれるという喜びだけが、この脳禅かずらの匂いのように、さっきから彼女の心をいっぱいにしているからである。そのうちに彼女はふと、胎児が動くのは眠れないからではないかと思い出した。ことによると、眠られないあまりに、 小さな手や足を動かして泣いてでもいるのかもしれない。坊やはいい子だね。おとなしくねんねしておいで。今二時期夜が明けるよ。彼女は子を退治に囁ささいた。が、腹の中の身動きはみそうで容易に止まない。そのうちに痛みさえ、 どうやら少しずつ加わってくる。アコギは窓を離れて、その下にうずくまりながら、結び灯台の薄暗い火に背いて、腹の中の子を慰めようと、細い声で歌を歌った。君を起きて、あだし心を、我もたばや、なよや、 末の松山。波も越えなんや。波も越えなん。うろうぼいに覚えた歌の声は、火の揺れるのに従って、震え震え、浸透した牢の中に断続した。歌は、二郎が好んで歌う歌である。用途、彼は必ず、扇で表紙を取りながら、 目を眠って何度もこの歌を歌う。車ャはよくその節回しがおかしいと言って手を打って笑った。その歌を腹の中の子が喜ばないというはずはない。しかしその子が実際ジ郎の種かどうかそれは誰も知っているものがない。 アコギ自身も、このことだけは全く口をつぐんでいる。たとえ盗人たちが、意地悪くこの親を問い詰めても、彼女は両手を胸に組んだまま、恥ずかしそうに目を伏せて、いよいよしゅうねく黙ってしまう。そういう時は必ず、赤じみた彼女の顔に、女らしい血の色が差して、 いつか、まつげにも涙が溜まってくる。盗人たちは、それを見ると、ますます何かと生やし立てて、腹の子の親さえ知らない、アホーな彼女をあざ笑った。が、アコギは、大事が、次郎の子だということを、固く心の中で信じている。そうして、 自分の恋している二郎の子が自分の腹に宿るのは当然なことだと信じている。この牢の上で一人寂しく寝るごとに必ず夢に見るあの二郎が親でなかったとしたならば誰がこの子の親であろう。アコギはこの時歌を歌いながら 遠いところを見るような目をして、蚊に刺されるのも知らずに、映すながらの夢を見た。人間の苦しみを忘れた、しかもまた、人間の苦しみに色づけられた、美しく痛ましい夢である。涙を知らない者の,の、見ることができる夢ではない。そこでは、一切の悪が、 眼底を払って消えてしまう。が、人間の悲しみだけは、空を満たしている月の光のように、大きな人間の悲しみだけは、やはり、寂しく、厳かに残っている。なよや、末の松山、波も越えなみや、波も越えなみ。 歌の声は、灯火の光のように、次第に細りながら消えていった。そうしてそれとともに、力のない森林の声が、闇を誘うごとくかすかに漏れ始めた。アコギは、歌の半ばで、突然下腹に、鋭い頭痛を感じ出したのである。 相手の用意に裏をかかれた盗人の群れは裏門を襲った一帯も防ぎ屋にいしらまされたのをはじめとして注文を打て出た侍たちにやはり手痛い逆打ちを喰らわせられた。たかが青侍の腕立てと思い侮っていた先手の何人かも算を乱しながらそびらを見せる。中でも臆病な 猪熊の王子は、誰よりも先に逃げかかったが、どうした表紙か方角を誤って、太刀を抜き連れた侍たちのただ中へ、入るともなく入ってしまった。ぶ太りした体格といい、物々しく矛をひさげた様子といい、一角手並みの優れたものと思われでもしたのであろう。侍たちは彼を見ると、 互いに目配せを交わしながら、二人三人、喫先を揃えたまま、じりじり前後から詰め寄せてきた。はやるまいぞわしはこの殿の県人じゃ猪熊の王子は、苦し紛れに慌ただしくこう叫んだ。嘘をつけ己にたばかられるような方と思うか王上際の悪い親父だ。 侍たちは、口々に罵りながら、早くも太刀を打ちかけようとする。もう、こうなっては、逃げようとしても逃げられない。猪熊のおじの顔は、とうとう、死人のような色になった。何が嘘じゃ何が嘘じゃよ彼は、目を大きくして、あたりをしきりに回しながら、逃げ場はないかと気を焦った。 額には冷たい汗が湧いてくる。手も震えが止まらない。が、周囲はどこを見ても、無ごたらしい生死の争いが、盗人と侍との間に戦われているばかり。静かな月の下ではあるが、激しい立ち音と共感の声とが、一塊になった敵味方の中から、ひっきりなしに上がってくる。所詮 逃げられないと悟った彼は、目を相手の上に据えると、たちまち別人のように、凶悪な景色になって、上下の歯をむき出しながら、素早く矛を構えて、いったけだかにのった。嘘をついたのがどうしたのじゃアホゲドつくしょさあ来いこういう言葉とともに、矛の先からは火花が飛んだ。 中でも屈強な赤ざのある侍が一人、週に先んじて傍らから無に無三に切ってかかったのである。が、元より年を取った彼が、この侍の相手になるわけはない。まだ十号と歯を合わせないうちに、みるみる矛先がしぞろになって、次第に後へ下がっていく。それがやがて工事の真ん中まで、 ててられてきたかと思うと、思う相手は大きな声を出して彼が持っていた矛の絵を見事に半ばから切り取った。とまた人たち今度は右の肩先から胸へかけて毛さ掛けに浴びせかける。猪熊の王子は死に倒れて飛び出しそうに大きく目を見開いたが急に恐怖と苦痛とに耐えられなくなったのであろう。 慌てて高倍に這いのきながら、声を震わせて、わめき立てた。騙し討ちじゃ騙し討ちを食らわせおった助けてくれ騙し討ちじゃ赤技の侍は、その後ろからまた伸び上がって、血にそんだ太刀を振りかざした。その時もし、どこからか猿のようなものが走ってきて、片平の裾を、 好きに翻しながら、彼らの中へ飛び込まなかったとしたならば、猪熊の王子はすでに会えない最後を遂げていたのにそういない。が、その猿のようなものは彼と相手との間を押し隔てると、とっさにさすがをひらめかして、相手の父の下へ差し通した。そうしてそれとともに、相手の横に腹た立ちを浴びて、 恐ろしい叫び声を出しながら、焼け火箸でも踏んだように、勢いよく飛び上がると、そのまま向こうの顔へしがみついて、二人一緒にどうと倒れた。それから二人の間には、ほとんど人間とは思われない、猛烈なつかみ合いが始まった。撃つ、噛む、髪をむしる。しばらくは、どちらがどちらともわからなかったが、 やがて猿のようなものが上になると、再びサすがきらりと光って、組みしかれた男の顔は、あざだけ元のように赤く残しながら、見ているうちに色が変わった。すると、相手もそのまま力が抜けたのか、侍の上へ折り重なって、仰向けにぐたりとなる。その時初めて、月の光に濡れながら、 息も絶え絶えにあえいでいる、しわだらけの、引きに似た、猪熊の馬場の顔が見えた。老馬は、肩で息をしながら、侍の死体の上に横たわって、まだ相手の元取りを捉えた、左の手も緩めずに、しばらくは苦しそうな森林の声を続けていたが、やがて白い目を、 ぎょろりと一つ動かすと、干からびた唇を二三度無理に動かして、おじいさん、おじいさん、とかすかに、しかも懐かしそうに自分の夫を呼びかけた。が、誰もこれに答えるものはない。猪熊の王子は、老女の救いを得るとともに、 内物も何も投げ捨てて、苔血まろびつ血に滑りながら、いち早くどこかへ逃げてしまった。その後にももちろん、何人かの盗人たちは、工事の底方に獲物を振るって必死の戦いを続けている。が、それらは皆、この水死の老婆にとって、 相手の侍と同じような、航路の人に過ぎないのであろう。猪熊のばばは、次第に細っていく声で、何度となく、夫の名を呼んだ。そうしてその度に、答えられない寂しさを、大ている傷の痛みよりも、より鋭く味わわされた。しかも、 国国を取れていく視力には、次第に周囲の光景がぼんやりと霞んでくる。ただ、自分の上に広がっている大きな夜の空と、その中にかかっている小さな白い月と、それより他のものは何一つはっきりとわからない。おじいさん。 老婆は血の混じった唾を口の中にためながらささやくようにこう言うとそれなり恍惚とした湿疹の底におそらくは冷める時のない眠りの底に根んとして沈んでいったその時である太郎はそこを栗毛の裸馬にまたがって 血にまみれたたちを口に加えながら、用の手に手綱を取って、嵐のように通り過ぎた。馬は言うまでもなく、借金が目をつけた、道の筆の三歳後まであろう。すでに、盗人たちがちりじりに、死人を残して引き上げた工事は、月に照らされて、さながら、霜を置いたように薄白い。彼は、乱れた髪を微風に吹かせながら、 馬上に神戸を巡らして、知りいに罵しり騒ぐ人々の群れを、ほこらかに眺めあった。それも無理はない。彼は、味方の破れるのを見ると、よしや、何者を得なくとも、この馬だけは奪おうと、固く心に消したのである。そうしてその決心通り、ズズラ巻きの太刀を古い古い、 手に立つ侍を切り払って、単身門の中に踏み込むと、苦もなく馬屋の戸を蹴破って、この馬のはずを切るより早く、背に飛び乗る間も惜しいように、遮る者をひずめにかけて、一三に宙を飛ばした。そのために受けた傷も、元より数える糸もはない。水管の袖はちぎれ、絵星は虚しく紐をとどめて、ずたずたに裂かれた袴も、 生臭い血潮に染まっている。がそれも、他師と矛との林の間から、一人に会えば一人を切り、二人に会えば二人を切って、出てきた時のことを思いは、嬉しくこそあれ惜しくはない。彼は、後ろを見返り見返り、晴れ晴れした微笑を広角に漂わせながら、公然として馬を飼った。 彼の念頭には、借金がある。と同時にまた、二郎もある。彼は、自ら欺く弱さを叱りながら、しかもなお、借金の心が、再び彼に傾く日を、夢のように胸に描いた。自分でなかったなら、誰がこの馬をこの場合、奪うことができるだろう。向こうには、人の輪があった。 しかも、地の理さえ占めている。もし、二郎だったとしたならば、彼の想像には、一瞬の間、侍たちの立ちの下に、切り伏せられている弟の姿が浮かんだ。これはもちろん、彼にとって、少しも不快な想像ではない。いや、むしろ、彼の中にあるあるものは、その、事実であることを、 祈りさえした自分の手を下さずに、二郎を殺すことができるなら、それは一人、彼の両親を苦しめずに済むばかりではない。結果から言えば、借金がそのために、自分を憎む恐れもなくなってしまう。そう思いながらも彼は、さすがに自分の卑怯を恥じた。そうして、口にくわえた太刀を目手にとって、 おもむろに血をぬぐった。そのぬぐった太刀を、ちょうど鞘に収めた時である。檻から辻を曲がった彼は、行く手の月の中に、二十と言わず、三十と言わず、群がる犬の数を尽くして、びょょうと吠え立てる声を聞いた。しかも、その中にただ一人、太刀をかざした人の姿が、崩れかかった炊事を背負って、 おぼろげながら黒く見える。と思う間に、馬は高くいななきながら、長い縦紙をさっと振るうと、四つのひずめにサインを巻き上げて、瞬く暇に太郎をそこへ疾風のように持って行った。二郎か太郎は我を忘れて叫びながら、険しく眉をひそめて弟を見た。二郎も、 片手に太刀をかざしながら、うなじを反らせて兄を見た。そうして刹那に二人とも、相手の瞳の奥に潜んでいる、恐ろしいものを感じあった。がそれは、文字通り、刹那である。馬は、吠えたける犬の群れに、脅かされたせいであろう。首を空玉にすと上げると、前足で大きな輪をかきながら、前よりも速やかに、 空へ踊った。後にはただ、も々とした埃が、夜空に白く、ひそしきり柱になって舞い上がる。二郎は依然として、野犬の群れの中に、傷をこむったまま立ちつくんだ。太郎は、一時に色を失った太郎の顔には、もうさっきの微笑の影はない。 彼の心の中では、何者かが、走れ、走れと囁いている。ただ一時、ただ半時、走りさえすれば、それで万事が狂してしまう。彼のすることを、いつかしなくてはならないことを、犬が代わってしてくれるのである。走れ、なぜ走らない。囁きは耳を離れない。 そうだ。どうせ、いつかしなくてはならないことである。遅いと早いとの相違が何であろう。もし弟と自分の位置を変えたにしても、やはり弟は自分のしようとすることをするに違いない。箸で、羅生門は遠くはない。太郎は、片目に熱を病んだような光を帯びて、 半ば無意識に馬の腹を蹴った。馬は、尾と縦紙等を長く風になびかせながら、ひずめに火花を散らしてまっしぐらに教本する。一丁二丁、月明かりの工事は、太郎の足の下で、球団のように後ろへ流れた。するとたちまちまた、彼の唇をついて、 懐かしい言葉が溢れてきた。弟である。肉親の忘れることのできない弟である。太郎は固く手綱を握ったまま、血相を変えてはがみをした。この言葉の前には、一切の不滅が眼底を払って消えてしまう。弟か、借金かの選択を強いられたわけではない。 直下にこの言葉が伝光のごとく彼の心を打ったのである。彼は空も見なかった。道も見なかった。月はなおさら目に入らなかった。ただ見たのは限りない夜である。夜に似た愛憎の深みである。太郎は狂気のごとく弟の名を郊外に投げると身をのけざまに翻して 片手の手綱をぐいと引いた。みるみる馬の頭が向きを変える。と、また雪のような泡が、栗毛の口に溢れて、ひめは砕けようとばかり大地を打った。一瞬の後太郎は、さんとして暗くなった顔に、片目を火のごとく輝かせながら、再び元来た方へ、まっしぐらに看板を踊らせていたのである。 次郎近づくままに彼はこう叫んだ。心の中に吹きつぶ感情の嵐が、この言葉を機械として一時に外へ溢れたのであろう。その声は白年鉄を打つような響きを帯びて、鋭く次郎の耳を貫いた。次郎はきっと馬上の兄を見た。それは日頃見る兄ではない。いや。 今しがた馬を飛ばせて一山に走り去った兄とさえ変わっている。険しく迫った眉に固く下唇を噛んだ歯に、そうしてまた怪しく熱している片目に、二郎はほとんど憎悪に近い愛が、今まで知らなかった不思議な愛が燃え立っているのを見たのである。早く乗れ、二郎 太郎は、群がる犬の中に、隕石のような勢いで馬を乗り入れると、工事を斜めに輪乗りをしながら、叱咤するような声でこう言った。もとより躊躇に、時を移すべき場合ではない。二郎は、屋わに持っていた太ちを、できるだけ遠くへ放り投げると、その後を追って、頭を巡らす野犬の隙をうかがって、身軽く馬の平首へ踊りついた。 太郎もまた、その刹那に鉛筆を伸ばし、弟の襟髪を掴みながら、必死になって引きずり上げる。馬の頭が、縦紙に月の光を払って、見たび向きを変えたとき、二郎はすでに馬灰にあって、皮脂と兄の胸を抱いていた。と、たちまち一頭、血みどろの口をした黒犬が、すさまじくうなりながら、砂を巻いて、 呂壺へ飛び上がった。尖った牙が、危うく、二郎の膝へかかる。その途端に太郎は足を上げて、したたか、栗毛の腹を蹴った。馬は、一声いななきながら、早くも王を宙に振るう。その王の先をかすめながら、犬は虚しく、二郎の羽ばきを食いちぎって、渦巻く獣の波の中へ、 真っ逆さまに押していった。が、二郎は、それを美しい夢のように、うっとりした目で眺めていた。彼の目には、天も見えなければ、地も見えない。ただ、彼を抱いている兄の顔が、反面に月の光を浴びて、じっと行く手を見つめている兄の顔が、 優しく、厳かに映っている。彼は、限りない安息が、おもむろに心を満たしてくるのを感じた。母の膝を離れてから、何年にも感じたことのない、静かな、しかも、力強い安息である。兄さん。馬上にあることも忘れたように。 二郎はその時、鹿カと兄を抱くと、嬉しそうに微笑しながら、頬を紺の水管の胸に当てて、ハラハラと涙を落としたのである。半時の後、人通りのない死作の王子を、二人は静かに馬を進めていった。兄も黙っていれば、弟も口を聞かない。 浸とした夜は、ただ馬蹄の響きに小玉を返して、二人の上の空には、涼しい天の川がかかっている。羅生門の夜は、まだ明けない。下から見ると、冷たく梅雨を置いたイラカや、に塗りの剥げた欄干に、 傾きかかった月の光が、いざよいながら残っている。が、その門の下は、斜めに突き出した高い軒に、月も風も遮られて、蒸しやすい暗がりが、絶え間なく、薮かに刺されながら、据えたようによどんでいる。東方岸の屋敷から、引き上げてきた中東の一軍は、 その闇の中に、かすかな松明の火を巡らしながら、三三五五、あるいは立ち、あるいは不死、あるいは丸柱の根形にうずくまって、さっきからそれぞれ怪我の手当てに忙しい。中でも一番表を負ったのは、猪熊のおじである。彼は、写金の古い牛木を敷いた上に、 仰向けに横たわって、半ば目をつぶりながら、時々物に怯えるように、しわがれた声でうめいている。一時の間ここにこうしているのか、それとも一年も前から同じように寝ているのか。彼の困悲した心には、それさえ時々はわからない。目の前には、 様々な幻が、瀕死の彼をあざけるように、ひっきりなくそらいすると、その幻と、現在門の下で起こっている出来事とが、彼にとってはいつか全く同一な世界になってしまう。彼は、時とところと分かたない混迷の底に、その醜い一生を正確に、 しかも、理性を超越したある順序で、まざまざと再び、生活した。いやい、おばば、おばばはどうした、おばば。彼は、闇から生まれて、闇へ消えていく恐ろしい幻に脅かされて、身をもだえながらこううなった。すると、傍らから、 額の傷を飾みの袖で包んだ、片野の兵力が顔を出して。おばばか。おばばはもう十万億と言ってしもうた。大方八つの上でな、お主の来るのを待ち焦がれていることじゃろう。言い捨てて自分の冗談を自分でカラカラと笑いながら、向こうの隅に、牧野島の十郎の 桃の怪我の手当てをしている、借金の方を振り返って声をかけた。おかしら、おじじわしと難しいようじゃ。苦しめるだけせしょ生じゃて、わしがとどめを刺してやろうかと思うがな。借金は、あでやかな声で笑った。冗談じゃないよ。どうせ死ぬものなら、自然に死なしておやりな。なるほどな。 それもそうじゃ。猪熊の王子は、この問答を聞くと、ある良きと恐怖とに襲われて、体中が一時に凍るような心持ちがした。そうしてまた、大きな声でうなった。兵六と同じような理由で、敵には臆病な彼も、今までに何度、自死後の仲間のものを、 その矛の先でとどめを刺したかわからない。それも多くは人を殺すというただそれだけの興味から、あるいは自分の勇気を人にも自分にも示そうとするただそれだけの目的から、進んでこの無残な仕業をあえてした。それが今は、 誰か彼の苦しみも知らないように、火の陰で一人、鼻歌を歌うものがある。いたち笛吹き、猿必ず、稲子マロは拍子うしうす、キリギリぴしゃりと顔を叩く音が、それについで聞こえる。中には、ほうやれ。 と表紙を取ったものもあったた。もものあ二三人が肩を揺すった気配で息の詰まったような笑い声を立てる猪熊の叔父は葬身をわなわな震わせながらまだ生きているという事実を確かめたいために重いまぶたを開いてじっと灯火の光を見た灯火はその炎の周りに 無数の輪をかけながら、終年夜に攻められて、心細い光を放っている。と、小さな小金虫が一匹、ブーンと音を立てて飛んできて、その光の輪に入ったかと思うと、たちまち羽を焼かれて体を落ちた。青臭い匂いが、ひとしきり鼻を打つ。 あの虫のように、自分もほどなく死ななければならない。死ねばどうせ、うとハエとに、血も肉も食い尽くされる体である。ああ、この自分が死ぬ。それを仲間の者は、歌を歌ったり笑ったりしながら、何事もないように騒いでいる。そう思うと、 猪熊の王子は、名状しがたい怒りと苦痛とに、骨髄を噛まれるような心持ちがした。そうしてそれとともに、なんだかろくろのように、とめどなく回っているものが、火花を飛ばしながら、目の前へ降りてくるような心持ちがした。畜生、人出なし、太郎、いやい極く 回らない下の先から、おのずからこういう言葉が、途切れ途切れに落ちてくる。牧之島の十郎は、ももの傷が痛まないように、そっと寝返りをしながら、喉の乾いたような声で、借金にささやいた。太郎さんは、よくよく憎まれたものさな。借金は眉を潜めながら、ちょいと、 猪熊のおじの方を見て、うなずいた。すると、鼻歌を歌ったのと同じ声で。太郎さんはどうしたと尋ねたものがある。まず助かるまいな。死んだのを見たという歌は誰じゃわしは、五六人相手に切り負うているのを見た。やれやれ、とんしょうぼだい、とんしょうぼだい。 次郎さんも見えないぞ。これもことによると同じくじゃ。太郎も死んだ。おばばももう生きてはいない。自分もすぐに死ぬであろう。死ぬ。死ぬとは何だ。何にしても、自分は死にたくない。が、死ぬ。虫のように、 何の造作もなく死んでしまう。こんな取り留めのない考えが闇の中に泣いているヤブカのように四方八方から意地悪く心を刺してくる。猪熊の王子は形のない気味の悪い死が辛抱強く二塗りの柱の向こうにじっと自分の息を うかがっているのを感じた。残酷に、しかもまた落ち着いて、自分の苦痛を眺めているのを感じた。そうしてそれが、少しずついざりながら、消えていく月の光のように、次第に枕元へすり寄ってくるのを感じた。何にしても、自分は死にたくない。 夜は誰とかいねん。ひたちのといねん。稲たる肌もよし。男山の峰のもみじば。さぞ名は達也。また鼻歌の声が油しめぎの音のような新銀の声と一つになった。と誰か。犬熊の王子の枕元で唾を吐きながら、 こういったものがある青いのは方が見えんのなるほどそうじゃ大方この上に寝ておろういや上で猫が鳴くぞ皆いっとにひっそりとなったその中を怠大々に続く猪熊の王子のふなり声と一つになってかすかに 猫の声が聞こえてくる。と流れ風が初めて生暖かく柱の間を吹いて、薄甘い脳禅風ズの匂いがどっからかそっと一同の鼻を襲った。猫も化けるそうな。アコギの相手には猫の化けた老いぼれが相当じゃよ。すると車輪が気ぬずれの音をさせて、 しなめるようにこう言った。猫じゃないよ。ちょっと誰か行って、見てきておくれ。声に応じて、片野の兵力が、太刀の鞘を柱にぶつけながら立ち上がった。牢上に通うはしごは、二十いくつの段を刻んで、その柱の向こうにかかっている。一同は、 理由のない不安に襲われて、しばらくは誰も口を閉ざしてしまった。その間をただ、脳前カズラの匂いのする風が、またしてもかすかに通り抜けると、たちまち牢上で兵六の何かわめっこいがした。そうしてほどなく、急いではしごを降りてくる足音が、慌ただしく、 重苦しい闇をかき乱した。ただ事とではない。どうじゃ、青こぎ目がこう見よったわ。平六ははしごを降りると、古かずきにくるんだ丸々としたものを、勢いよくともしびの下へ出してみせた。女の匂いをする、薄汚れた布の中には、生まれたばかりの赤ん坊が、人間というよりは、 むしろ、皮を剥いた皮図のように、大きな頭を重そうに動かしながら、醜い顔をしかめて泣き立てている。薄い産毛といい、細い手の指といい、何一つ、嫌悪と好奇心と同時にそそらないものはない。平六は、左右を見回しながら、抱いている赤子を振り動かして、 得意らしく喋しり立てた。上がってみると、あこぎめ。窓の下へ突っ伏したなり、死んだようになってうなっている。アホとはいえ、女のぶじゃ。釈迦と思ってそばへ行くと、いや、驚くまいことか。魚の腹渡をぶちまけたようなものが、薄暗い中で泣いているわ。手をやると、それがピクリと動いた。 毛のないところを見れば猫でもあるまい。じゃて、ひっつかんで月明かりにかざしてみると、この通り生まれたばかりの赤子じゃ。みい、蚊に壊れたと見えて、胸も腹も赤まだらになっているわ。赤木もこれからはお袋じゃよ。松明の火を前に立った兵六の周りを囲んで、 十六人の盗人は、立つ者は立ち、伏す者は伏して、いずれも皆、首を伸ばしながら、別人のように優しい微笑を含んで、この命が宿ったばかりの赤い、醜い日陰を見守った。赤ん坊はしばらくもじっとしていない。手を動かす。足を動かす。暇には頭を。 後ろへ反らせて、ひとしきりまた、けたたましく泣き立てた。と、歯のない口の中が見える。いやあ、舌がある。前に、鼻歌を歌った男が、鈍強な声でこう言った。それにつれて一同が、傷も忘れたようにどっと笑う。その笑い声の後を追いかけるように。 この時突然、猪熊の叔父が、どこにそれだけの力が残っていたかと思うような声で、険しく一同の後ろから声をかけた。その子を見せてくれ。いいよ、その子を見せないか。い,いやい極く平六は、足で彼の頭を小ずいた。そうして、脅かすような調子でこう言った。 見たければ見ろさ。極度とはお主のことじゃ。猪熊の王子は濁った目を大きく見開いて、平六が身をかがめながら無造作に突きつけた繁忙を食いつきそうな様子をしてじっと見た。見ているうちに顔の色が次第に牢のごとく青ざめて、しわだらけのまなじりに、 涙が玉になりながら溜まってくる。と思うと、震える唇のほとりには、不思議な微笑の波が漂って、今までにない無邪気な表情が、いつか顔中の筋肉を和らげた。しかも、上舌な彼が、そうなったまま口を引かない。一同は、 死がついに、この老人を捕らえたのを知った。しかし、彼の微笑の意味は、誰も知っているものがない。猪熊の王子は、寝たままおもむろに手を伸べて、そっと赤ん坊の指に触れた。と赤ん坊は、針にでも刺されたように、たちまち、痛々しい泣き声を上げる。 ケイは彼を叱ろうとして、そうしてまた辞めた。老人の顔が、血の気を失った、この酒太りの老人の顔が、その時ばかりは、平成と違った、おかしがたい、いかめしさに、輝いているような気がしたからである。その前には、借金でさえ、あたかも、何者かを待ち受けるように、 息を凝らしながら、洋夫の顔を、そうしてまた男の顔を、目も離さずに見つめている。が、彼はまだ、口を開かない。ただ彼の顔には、秘密な喜びが、檻から吹き出した、明け近い風のように、静かに、心地よく溢れてくる。 彼はこの時、暗い夜の向こうに、人間の目の届かない遠くの空に、寂しく冷ややかに明けてゆく、不滅な霊明を見たのである。この子は、この子はわしの子じゃ彼ははっきりこう言って、それからもう一度赤ん坊の指に触れると、 その手が力なく落ちそうになる。それを車金が傍らからそっと支えた。十四人の盗人たちはこの言葉を聞かないように、いずれも唾を飲んで身動きもしない。と車金が顔を上げて赤子を抱いたまま立っている刀の兵六の顔を見て頷いた。 三月丸音じゃ。平六は、誰に言うともなくつぶやいた。猪熊の王子は、闇に怯えて泣く赤子の声の中に、かすかな苦問を続けながら、消えかかる松明の火のように、静かに息を引き取ったのである。王子もとうとう死んだの。 さればさ、青木を手ごめにした主も、これで知れたというものじゃ。死骸は、あの野暮中へ埋めずはなるまい。カラスの餌食にするのも気の毒じゃな。盗人たちは、口々にこんなことを、薄寒そうに話し合った。と、遠くで、かすかに鶏の声がする。 いつか夜の明けるのも近づいたらしい。あこぎはと借金が言った。わしが張り合わせの絹をかけて寝かせてきた。あの体じゃて大事はあるまい。平六の答えも日頃に似ず物優しい。そのうちに盗人が二人三人。猪熊の王子の死骸を。 門の外へ運び出した。外もまだ暗い。有明の月の薄い光に、症状とした藪が、かすかに小をそよめかせて、農前カズラの匂いが、いよいよ濃く、甘く漂っている。時々かすかな音のするのは、竹の葉を滑る梅雨であろう。生治時代。 無情迅速。生き顔より死に顔の方が良いようじゃな。どうやら前よりも真人間らしい顔になった。猪熊の王子の死骸は、半端たる血痕に染まりながら、こういう言葉のうちに、竹と納前かずらとの茂みを、次第に奥深く書かれていった。 翌日、猪熊のあるうちで、無ごたらしく殺された女の死骸が発見された。歳の若い、太った美しい女で、傷の様子ではよほど激しく抵抗したものらしい。証拠ともなるべきものは、その死骸が口に加えていた、口ちば色の水管の袖ばかりである。 また不思議なことには、そのうちの水死をしていたアコギという女は、同じところにいながら、薄手一つを追わなかった。この女が、下ビエ市長で調べられたところによると、大体いいこんなことがあったらしい。大体というのは、アコギは、天聖白地に近いところから、それ以上、 容量を得ることが難しかったからである。その夜阿こには、夜更けてふと目を覚ますと、太郎二郎という兄弟の者のと、謝金とが、何か声高に争っている。どうしたのかと思っているうちに、二郎がいきなり太刀を抜いて、謝金を切った。謝金は助けを呼びながら逃げようとすると、 今度は太郎が刃を加えたらしい。それからしばらくはただ、二人の罵る声と、借金の苦しむ声とが続いたが、やがて女の息が止まると、兄弟は急に抱き合って、長い間黙って泣いていた。アコギはこれを、やりどの隙間から覗いていたが、主人を救わなかったのは、 全く抱いて寝ている子供に怪我をさすまいと思ったからである。その上、その二郎さんと申しますのが、この子の親なのでございます。アコギは急に顔をあからめてこう言った。それから、太郎さんと二郎さんとは、私のところへ来て、達者でいろよと申しました。 この子を見せましたら、二郎さんは笑いながら、頭を撫でてくれましたが、それでもまだ、目には、涙がいっぱい溜まっておりましたっけ。私は、もっとそうしていたかったのでござりますが、二人とも大変に急いで、すぐに外へ出ますと、大方、琵琶の木にでも、つないでおいたのでございましょう。 馬へ飛び乗って、どこかへ行ってしまいました。馬は二匹ではございません。私がこの子を抱いて窓から見ておりますと、二匹に二人で乗っていくのが、月がございましたからよく見えました。その後で私は、主人の死骸はそのままにして、そっとまた、床へ入りました。 主人がよく人を殺すのを見ましたから、その死骸も私には怖くも何ともなかったのでございます。ケビン氏にはやっとこれだけのことが分かった。そうしてアコギは罪のないのが明らかになったので、早速自由の身にされた。 それから十年余りし尼になって子供を養育していたアコギは、単語の神何菓子の随人に、行友の名の高い男の通るのを見て、あれが太郎だと人に教えたことがある。なるほど、その男も薄いもで、しかも片目潰れていた。二郎さんなら、私、 すぐにもかけて行って会うのだけれど、あの人は怖いから。アコギは、娘のような品をしてこう言った。が、それが本当に太郎かどうか、それは誰にもわからない。ただ、その男にも弟があって、やはり同じ主人に仕えるということだけ。 その後かすかに風うされた。